なんかこう一粒で二度美味しいヘルメットですよね、システムヘルメット。はい、どうも、副島マックスでございます。本日はですね、ちょっとお買い物をしました。こちらです。はい、OGK さんのヘルメットを買いました。システムヘルメット勇気です。これですね、これミディアムグレーという色です。サイズは M サイズです。58センチぐらいのサイズ。新しいヘルメットをね、手に入れるとちょっとテンション上がりますね。そんなことないですか。僕は上がってます。この赤いボタン、この赤いボタンを押すとこうピッとこう開くわけです。これがいいんです。ワンタッチで開くのいいね。ガチャッ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 、開けるときに上でこうロックがかかるようになりますね。こうガチャッと簡単にこう下に降りてくることがない。バイザーもきちんとねこう上で止まるんですね。カチッと止まる。これすごくいい、これすごくいい。でこの状態からこうガボッと開けたりもできる。ここに通気口があります。そのところもこう通気口があります。ここが開くことによってこの辺が見えるんですね。まあ下の方がすごく見えやすくなるんで、僕あのね元ブログで撮影とかしますんで、ここが開いてくれるとすごくね、あのいろんな作業がしやすいんです。顎ひもこれなんですね。まあワンタッチでこう外れるし、ギュッとこうね入れるだけなんで簡単なんですけどね。僕はねやっぱ新井さんとかのあの D リングが2つついてる方が好きです。サイズ調整もね当然できるんですけど、なんかこうフィット感が僕はいまいちだなと思うんですね。なんかこうギュッてこうちゃんと顎ひもギュッて締めたよっていうフィット感が欲しいので、 D リングが2つついてるやつの方が好きです。まあ好みですねこれはね。まあこんな感じでついてこうなる。ジョン、フィンガードをギュッと開けれると。いやーやっぱ新しいヘルメットいいな。まあ、外すときにメガネ外さずに取ることができます。ヘルメットを外すことができる。これはいいね。まあ、つけるときはしょうがないけどね。で、これメガネがこう入りやすいように一応ね、ちょっとね、こう、ちょっとこう開いてます。シュッとこうメガネが入りやすくなるように工夫はされてますね。意外と軽いな。はい、じゃあこれをね、つけて実際に走って試してみたいと思います。いきます。じゃあ実際に走ってみましょう。でもね、こうやってシステムヘルメットだと、このチンガードの部分が安心感につながりますからね。チンガード下げて、にゃん、いきます。まあまあまあ、やっぱり、このフルフェイスの安心感は違いますね。風切り音はやっぱそれなりにありますよね。ただジェットヘルみたいにこの下の方からこう風とかが入ってこないので、その分ねこのヘルメットの中は静かだなっていう風に感じます。よいしょ、こうやって開けてね、このボタンでこのチンガードのロックを解除できるんですけど、片手でできます。片手でロックを解除できて上げることができる。これいいですね。あとここにこれガチョンこれ使うかな。一応サンシェードというか眩しい時用のサングラス調のね、まあスモークシールドがあるんですけど、まあ使うかな。まあまああってもいいかなって感じですかね。使う機会がそんな頻繁にはないと思うんですけど、でもこうやってね開けて走れるとね、ほんと景色も見やすいしね、風も受けやすいというか風も感じれるので、僕はこのタイプすごく好きです。こうやって下げればね安心感も得られますし、なんかこう一粒で二度美味しいヘルメットですよね、システムヘルメット。だから被ってる感覚的には普通ですね。フィット感がもうちょっと欲しいかなと思います。あの新井の CTZ とか僕がよく使ってる MZF なんかはこの辺までこうガボってこうカバーが来るので、 Z ヘルでもすごいフィット感あるんですよね。重さはそんな感じませんけどね、意外と軽いなと。システムヘルメットでなんかいろいろゴテゴテついて重くなる印象とかね、側が大きくなる印象があるんですけども、これは意外とないな、軽いな。だからつけててそんななんかこう頭が重いなとか、なんか頭乗ってんなみたいな感覚はないですね。にゃっ、閉じる。視界もね悪くないですよ。
全然普通のフルフェイスと同じぐらい。ああでも風切り音やっぱするな。それなりのスピードで走るとやっぱ風切り音は強いですね。しっかり風切り音があるという感じです。このバイクはあのロングスクリーンつけてるんで、この辺かな、この辺りからしか風は来ないんですけどね。それでもやっぱこの辺やっぱ風切り音するな。結構風切り音が強くなってきた。やっぱスピードに応じて風切り音は大きくなるね。やっぱりシステムヘルメットこの辺にね、やっぱこうギミックがついてるんで、どうしてもその溝があったり凹凸があったりするじゃないですか。この分どうしても音は出やすくなっちゃいますよね。でもねバイクってね風を切って走るもんだからね、もうやっぱ全身に風浴びるしヘルメットにも当然風来るわけだから、もうこれはしょうがないと僕は思いますけどね。風切り音がうるさくて嫌だとかね言う人いますけども、でもまあある程度は僕しょうがないんじゃないかなというふうに思っています。まあ慣れもありますよきっと。これはこんなもんやと思ってね慣れてしまえばいやもちろん気になってしまうと多分ずっと気になっちゃうとは思うんですよね、こういうもんって。だったらもう自分の理想のヘルメットを探すほかはないですね。やっぱグローブもね、まあ、あのジャケットとかもそうなんですけど、やっぱ自分の気に入ったものとなんかフィット感を得られるものと、なんか着心地がいいもの、つけ心地がいいもので何かね、バイクは特に操作とかをしますんで、ね、そのフィット感とか違和感がなかったりとかね、そういう商品に巡り合うのが大変大変ですね。もう巡り合ったらねずっとそればっかり買っちゃいますけど、僕は未だにウィンターグローブはちょっとあの出会えてないですね。グローブは難しいね、ほんとね、ほんと出会えないね。 OGK さんのヘルメットは結構僕これ3個目ぐらいかな、買ったのはすごく久しぶりですね。ほんとにシステムヘルメットをね前も買ったんですけども、もうだいぶ前のモデルなんで、10年20年ぐらい前のモデルなんで、今のねこの感じとは全く違うんで、やっぱ進化してるなというふうに感じますし、クオリティが上がってるなというふうにも感じます。この OGK カブトさんの隆起はヤフーショッピングで入手しましたけども、あのサイズと色とかは結構今品薄ですね。まあ全体的にヘルメットそうなんですけどね、結構何ヶ月か待たないと手に入らないようなモデルがあったりします。これはたまたま在庫があってすぐ手に入りました。まあまあ値段相応いいんじゃないかな、使えるなっていう感じですかね。というわけで今回はここまででございます。もしよかったらチャンネル登録してください。コメントも高評価もお待ちしております。ぜひよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ソイジマックスでした。またお会いしましょう。フィンロックシート買いました。お、引っ張るだけで割とロック解除できるんですか。シート外しやすいですね。腰広げながら見てる。あ、ついた。こういうことですね。はい、来た。見てるんですね。見つけ完了。ララ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 、La casa del merengue。